一宮敦子は日本の女優。本名は吉田敦旧芸名に一宮敦子。1913年12月29日、東京府東京市神楽旗子町に父、イサムと母、玉の二人姉妹の妹として生まれる。聖家は江戸時代から代々餅を製造販売していた甘味商だった。幼児に本郷区湯島に移り、 重げ小学校から三股高等女学校へ進み、1930年に卒業。小学校時代から陸上競技を始め、女学校時代には、ひとみきの上や加賀一郎のコーチを受け、全国大会にも出場した。1932年、鈴木伝明らの富士映画社の映画に、加賀一郎の弟が同社の蹴り、 宣伝を担当していた縁で吹き回想者で出演し、これをきっかけに富士映画社へ女優として入社する。1933年、富士山頂観測所を取材した山岳映画、銀霊富士に蘇るで、鈴木伝明の妹役を演じて映画デビュー。鈴木が名付け親になって、一宮厚子を芸名とする。富士映画社はこの作品を最後に解散。 翌1934年1月に東京宝塚劇場会場に伴う専属俳優募集に応じ、約1300人の応募者のうち男16人、女9人の合格者の一人として同劇場の研究生となる。他の合格者に沢村宗之助、伊藤祐之助、森野丹也なり、伏見信子、三宅邦子らがいた。舞台に出演するカタ映画にも出演するようになり、 渦政発生映画の理想郷の特等や東方映画の新竜桜清水の次郎長などに脇役として出演。戦争が激化すると劇団活動がままならなくなり東方映画撮影所に移籍する。戦後は東方葬儀で新東方に移り多くの映画で脇役を演じたが山本果次郎監督の春の戯れでは一言も喋らない教女の役で 印象的な演技を見せ、成瀬美紀夫監督のお母さんでもわずかな出演だが、味わいのある演技を見せ、バイプレイヤーとして起用されるようになる。1955年の東方復帰後も、社長シリーズやサザエさんシリーズに常連出演したほか、堀川愚純監督の裸の大将、松山善造監督の名もなく貧しく美しくなどの終作にも出演場面は少ないが、 食料品店の女将や女中、母親役などで存在感を示した。1964年の東方現代演劇、工芸への出演から東方演劇部に所属し、舞台でも貴重な脇役として活躍。山田鈴主演の赤沙棚、芸術座の春の雪といった商業演劇のほか、長谷川和夫の東方歌舞伎にも出演した。 テレビドラマにも早々期から出演しており、東芝日曜劇場の人気シリーズ、女と味噌汁では、芸者の金と規役で10年にわたって、レギュラー出演した。1991年2月16日、肝不全のため死去。77歳坊つ。ありがとうございます。